皆さんおはようございます。日曜日の朝からわざわざ市役所に行くっていうのはなかなか普段ないことなのかなと思うんですが、朝ごはんはしっかり召し上がりました。昨日ねこの説明会をやったんですけど、7時から8時まで夜もねやったんですよ。晩ご飯の時間にちょうど重なるぐらいで、ご飯まだの方も多かったんで、結構私もお腹空いてました。今日朝ごはんしっかり食べましたので元気いっぱいで説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は2020年度昨年度の市の財政、その決算についてお話をします。ただその決算の中身そのもの、数字というのはすでにしっかりと公表されています。まず第一にはこの9月に議会に報告をしています。市民の代表、皆様の代表である議員にしっかり伝わっているので、いつでも議員に聞いてみたら詳しく教えてもらえる、その状態にはなっています。でさらには候補飽きた方、ここでも決算の数字ざっと全体像は載せてありますので、そこでご覧いただけるものがおおむね全体の姿です。今日はそこに載っていない話、載っていない数字、載っていない背景、そもそもの基礎知識についてお話をしてみようと思います。まず最初に今日ですね、昨日やってみた結果を踏まえて時間を調整したいと思うんですが、割合余裕があったのでいろんな話をしてみようと思います。まずは財政とは何ぞやという財政、この言葉はもう毎日見聞きするはずです。新聞、テレビ、いろんな場所で財政について考える、話を聞く、話をすることはあるかと思うんですが、財政についてしっかり学んでみたことがあるという方はそんなに多くないんじゃないかと思います。というのは高校までの勉強で財政を詳しくやらないんですね。大学に入って経済学部に進むと財政学というのがあります。その中で財政とは何ぞやというのを学びます。少し触りだけご紹介すると、財政の3機能という言葉があります。財政には3つ機能、目的があるんですね。これご存知の方いらっしゃるかな、なかなかないかと思うんですが、経済学部の学生でも聞いてみると、ああそうだったっけな、ああ聞いてある気がするわと、意外と抜け落ちてしまう最初の基礎知識です。まず3つざっとお話しすると、1つ目は資源の効率的な分配です。資源配分。2つ目は所得の再分配、これちょっとわかる気がしますね。で3つ目、景気の安定です。これもなんとなくわかります。まず1つ目なんですが、資源の効率的な配分とは簡単に言うと公園を作ることです。公園、みんなが欲しいなと思う公園があるとします。子供からお年寄りまで公園使いたいな思っても自分じゃ作らないですよね。お金たくさんかかりますから、じゃあ民間企業がやってくれるか、やらないです。なんでか、儲けにならないからです。なので放っておくと誰も公園作らないんですね。でもみんな公園が欲しい、だったら自治体が、国や県、市がみんなのお金を集めた分から出して公園を作ろう。これが資源の配分です。効率的な配分、みんながこれによって幸せになるんですね。財政を使わなければ公園というのはそこに生まれなかったんですが、財政を使うことによってみんなが公園を手にして、そして幸せになる、これが効率的という意味です。で2つ目、所得の再分配は見やすいです。所得税の累進課税なんかが分かりやすいんですが、
いっぱい稼いでいる人、稼げる人からたくさん出してもらって、そうではない人、なかなか稼げない人、稼ぎにくい人、いろんな事情があって金銭的に経済的に恵まれない人にお金を渡してあげようというこの、福祉の精神ですね。これが2つ目です。で、3つ目は景気の安定。これも感覚的には分かりますか。経済というのは必ず波があるんですね。いい時もあれば悪い時もある。で、ほったらかしにすると悪い時にですね、歯止めがかからなくなるんですね。連鎖倒産とか言葉もありますけど、景気が悪くなると皆さん買い物しなくなる、買い物しなくなると商売繁盛しないんで店が潰れる、店が潰れると仕事がなくなるんで、余計に家計も財布の紐をぎゅっと締めてしまう、悪循環になる。狙ったら困るので、さっと公共のお金を入れて支えましょうというのが財政出動です。で、この3つが財政の目的です。ちなみにですが、昨日ですか、中国新聞に記事にしてもらいましたが、普段の10万円給付、ね、中学生の連立方程式を解くより簡単だと言ったわけなんですが、いきなりあれを言ったわけじゃないんですよ。前後の文脈がありまして、後で説明したのかな。2つの側面から政策や事業、いろんなものを、ありとあらゆるものがそうだと思うんですが、点検することが大事です。今回の例で言えば、まず目的、財政の3機能のどれなのか。本当は新型コロナ対応で苦しい家計を支える、そして消費を回すということだったと思うので、景気刺激策ですよね、3番目の経済安定、これが主眼のはずです。だったら早くみんなが使いやすい形で配るのが正解なので、現金一択ですねとなります。これに教育福祉の観点ですね、いやいや子どもにもっとお金を使いましょうよという、それ自体の発想は全く尊いんですが、それを乗っけてしまうと政策が複雑になるんですね。複雑というのは当初持ってた効果の邪魔をしてしまうというのが出てきます。それが今回のクーポンという発想だと思っています。なので目的からしてよろしくないな。で、もう一個、目的の次は手段ですね。目的と手段の観点でチェックする。手段としては現金は渋谷にありましたが、児童手当の仕組みなんかを使ってポンと振り込みできるんですね。でもクーポンは印刷して配らないといけない、膨大な手間がかかる。なので手段としてもよろしくないですね。便利ところでしか覚えてます。 X と Y が並んでて2つ解きますよね。2つの観点でからチェックした結果、現金、全額現金、この答えが1位に定まりますねと。1位というのは1点です。1つの答えが出ますよねという意味で連立方程式とお話をしました。ちょっと脇道にそれましたが、財政というのは核あるものです。非常に奥が深いんですが、意外とこうさらっとですね、表面的な話で流してしまいがちなので、ぜひ皆さん、これからですね、ちょうど10万円給付の話もあるので、こう意識を高く目を凝らして追っていただければと思います。果たしてその財政政策合ってるのか合ってないのかですね。もう一個だけ最初に余談をします。今効率的という話を何回かしました。効率、ね、効率がいいとか悪い、効率というとなんか冷たいイメージを持たれます。効率優先というとなんか大事なものが、気持ちみたいなのが見過ごされている、ないがしろにされるんじゃないかという感覚をもしかしたらお持ちかもしれませんが、それは誤解です。逆です。効率とはみんなの気持ちを大事にする答えです。なぜかというと、例えば
効率的な経済活動って買い物があるんです。買い物、ペットボトルの水をコンビニに買いに行くじゃないですか。これが今150円ですか、売ってます。150円を出すとこれももらえるわけなんですが、店と私どっちが得をしてますか。コンビニ、これどっちも得してますよ。私は150円払ってもいいともらって、向こうは150円払ってくれるならこれをやってもいいという、お互い合意の上で成り立っているのがこの経済活動です。消費という行動です。店からすると販売なので、水を買うというのは極めて効率的なんですね。お互い幸せになるのがこのお金を介した経済取引です。もうちょっとだけ経済学の基本の話をすると、今お金と言いました。貨幣ですね。貨幣経済、貨幣経済がなぜ効率的かって考えたことがあってですか。お金が何で便利。じゃあお金がない時代どうでしょうか。もう何千年も前ですよ。お金がないと、私は水を飲んでます、沖田さんがペンを持ってます、ペンが欲しいな、水をあげてもいいな。沖田さんがペンをあげてもいいな、水が欲しいな。交換ですよね。ブツブツ交換、お互いそれがいいんです。私はペンの方が欲しいし、沖田さんは水の方が欲しい、成り立ってます。でも自分のいらないものというものがぴったり一致しないと、この経済取引は成り立たないんです。沖田さんがボールペン持ってても、いや水はいらん、コーラくださいって言われたら、あ、コーラじゃないからダメだ、不便ですよね。それを解決してくれたのがお金です。貨幣、みんなが共通して価値を認めるこのお金によってスムーズな経済取引ができるようになりました。あの効率という言葉、効率的という言葉は、経済学英語のですね、ユーティリティという言葉を輸入したときに当てられた言葉なんですね。効用とも言いますが、ユーティリティというのは平たく言うと満足度です。みんなが幸せになる、みんなが便利だなという気持ちが効用、効率なので、決して冷たい話ではないんですね。経済というと血も涙も通ってないようにもしかしたら認識されているかもしれませんが、全く逆です。一個だけ私の好きな言葉を紹介してこの前振りを終わりますが、経済学を始めた初期の学者にですね、アルフレッド・マーシャルというケンブリッジ大学の教授がいます。彼が言ったのが、経済学とはクールヘッドとウォームハートだ、冷静な頭脳と温かい心、これで成り立ってるんだと言ったんですね。私が今お話ししてきたその全てがこの短いフレーズに凝縮されていると思います。経済、財政というのは人々の心に端を発し、それを冷静にしっかりと考えて動かす、これが経済、財政です。ですので本題に入っていくんですが、なかなか厳しい局面が続きます。お手元に資料もお持ちいただいていますよね。はい、こちらのグラフに凝縮されるんですが、日本の人口確実にこれから減ります。先日2020年にあった国勢調査の結果が出てましたね。ここです。この山を越えた5年ごとに国勢調査ありますが、5年間で90万人人口減ったねと話題になってました。90万人ですよ。広島市が170万人ですか。それぐらいの人が日本からいなくなったんです。でもここからですよ、人口減少が本格化するのは。2050年には1億人を切る見込みです。おそらくですが、その頃この町飽きた方は2万人を切ります。今2万6000人なので、一回り、3回りぐらい小さくなる感じですね。非常に情勢は厳しい。だけども
そこに人が住んでいる限り、なんとかやらにゃいけんのです。そのためにクールヘッドが、冷静な頭脳が、みんなでしっかり落ち着いて考えることが必要だと思います。では最初のようやく始まります。決算の概要なんですが、ここではポイントをお伝えします。昨年度の決算の結果そのものというよりも、どういうふうに動いているかというお話です。まずこちら、経常収支比率というのが出ています。ちなみにですが、お伺いしています。この説明会、今年の7月にもやったんですが、財政説明会という名前で、7月も来たよという方いらっしゃいますか。7月も来た。あ、ありがとうございます。かなりのリピーターですね。じゃあ、多くのほとんどの方は、言葉は大体認識理解されているだろうということで、適度に割愛しながらいきます。この経常収支比率、これが一番の肝ですよとお話をしました。経常的に普段入ってくるお金と出るお金、そのバランスを見てます。 100% ってのは入ってきた分全部経常的に使ってるんですね。自由に使うお金がないという意味です。その比率を見るとだん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 上がってきて、つい最近 98.2% だったんですが、昨年度は 92.8% に下がりました。結構下がりましたよね。上に上がると悪い数字なので、下に下がると随分楽になった気がします。早速何か成果が出たのかなと思いきや、思いたいですが、残念ながらそうではありません。一時的な要因、偶然が重なってこの絵になっています。ですので上のタイトルに書いてありますが、財政の硬直化は小休止、一旦止まったけど本格的に止まったわけではありませんよと書いています。じゃあその内訳いきますね。はい、こちら入りの方です。経常的収入、この棒グラフ見てみると、19年度から20年度、ほぼ変わらない金額でした。収入は変わらなかったんですね。ということはです、必然的にこちら、はい、支出の方、これがこうちっちゃく矢印で言いますが、こうぐっとちっちゃくなったんですね。でどこが小さくなったかというと、下の方に数字をつけていますが、人件費と交際費というものです。順番にいきます。人件費とは市役所、まあ、主に市役所の職員の給料です。でこの中に退職金の積み立てとかがあるんですね。積み立てがあるんですね。退職金はドカーンと退職するときに払うわけなんですが、毎年ちょっとずつ積み立てます。それが今までですね、積んでた分がちょっと多かったと、積みすぎですよとなったので、あ、じゃあ一旦積む額を減らしましょうとなったのがここです。3億円ほど積み立ての額が減りましたが、この減ったのは20年、21、22年度3年だけです。今まで積みすぎてたんで、3年だけちょっと一旦抑えましょうというその調整が入ったので、ということは4年後からはまた戻ります。ダメだ。一方、交際費、これは市の借金、地方債残高っていうのがあります。後でご覧いただきます。借金の返済分なんですが、それがまあ3億円ぐらい、これは実際に減ってます。借金がだんだん少なくなっているので、ローンの返済が軽くなったんですね。これは純粋にいい話です。ただ今の期間限定の話があるので、経常収支率がこうぐっと下がった、これから先もどんどん下がるかというと残念ながらそうではないです。少なくとも、2022、03年からは
また人件費のところ積み立ては増えますので、どうしても上に上がってしまいます。でさらに言うとこの、ね、白い部分繰り出し金、これ7月にもお話をしました。今日も後でグラフをご覧いただきます。ここが結構な幅になっているのと、この斜め線が描いた物件費とか、その下だったかな、まあ、まだちっちゃいんですが、維持補修費、施設の更新とかですね、かかるお金、これらはここから増えます。そうすると全く予断を許さないので、財政の硬直化は小休止したとまた悪化する懸念が非常に強いというのが今の姿です。ちょっとこの調子でいくと暗い話ばっかりになるので、ちょっと前向きなところを見ておきましょうか。この借金が減ったというところでいきます。はい、次のグラフなんですが、借金の返済分がこの交際費、棒グラフです。でこぼこしているんですが、慣らしてみるとこうだんだんちょっとですが下がって、昨年度は30億円をちょっと切る返済でした。うん、だいぶ楽だったな。この実質交際費比率というのは、借金の返済の負担感がどんなものかと、それを測った指標です。この18% というのがマジックナンバーで、これを超えると総務省から怒られます。おい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 、返済多すぎない、入ってくるお金に対してそんなに住宅ローンを返して大丈夫ですかと銀行に心配されるようなあれです。ただここ18で今 13% ぐらいですので、まだ余裕はあるというのが今の借金の返済状況です。で、借金そのものをご覧いただくと、次のページです。こちら。この頃ですね、結構積み上がったんですが、だんだんと借金、まあ、返済が進んで、今この辺りまで来ています。ただ、今年度ですね、2021年度から来年度の話をすると、今年の8月の災害、その復旧でどうしても借金をせねばならん状況になりました。なので、まあ、減ることはまずなくて、横ばいがちょっと増えてしまうだろうというのが目先です。ただ、長い目で見て、この借金をどんどん積み増すということは、まあ、ないと言いますか、考えていません。なぜかというと、これから先、人がどんどん減るのに、借金を増やしている場合じゃないでしょうと、単純にその話です。ここまでが借金の話で、これ先ほど見た繰り出し金、あの経常的支出の上に乗っていた白い部分ですね、棒グラフ。7月にもお話ししましたが、上下水道ともに、財布が別なんですね。別の財布なんです。一般会計と別で水道だけやってるんですが、別会計だけで収支が合わないので、一般会計本体からお金を出してます。それが繰り出し金で、繰り出し金の中でも基準内と基準外があって、基準外っていうのは本来は出さなくてもいい、出すべきじゃない金額です。ここをやっぱり見直していかないといけないですよねというのは7月にお伝えした通りです。その現状は基本的には変わっていません。もう一個が最後かな。はい、財政調整基金、貯金です。貯金はピークから随分減ってきました。でこの減ったのは主には昔の話ですが、平成30年の災害、その復旧の時に当時は借金をするというよりも貯金を取り崩しました。なので減った。で貯金が減るとどうですか、悲しくなりますか、ね、ちょっと寂しい。でも貯金と借金は根っこをたどると同じものという話を聞かれたことありますか。あんまりないですか。これもですね、さっきの経済学、経済の話じゃないんですが、いわゆる感覚とずれるところです。貯金はいいもの、借金は悪いもの、おそらく日本人はそう思う
傾向が強いんですが、これもですね、誤解です。どのように誤解かというと、今5万円使いたいという私がいます。5万円使いたい。この5万円を5年前から毎年1万円貯金する。今5万円貯金ですよね。でも今貯金しなかった、これまで。でも5万円使いたいから5万円借金する。借金したら毎年1万円ずつ返して5年後にゼロ。これが借金と貯金の関係です。難しい言葉で言うと二次転換の所得の遺伝、昔なのか未来なのか、それを今と交換している、移転させているというものなんですね。なので、いい悪いというのは実はないんです。で、借金の方が不安になる気持ちは分かります。これまで貯めたものを使うんであれば確実にありますよね。でもこれから先、いや仕事があるかどうか分からんな。そうすると毎年1万円が不安になる。この不確実性といいます、確かじゃない。これに人は必ず不安を覚えます。心配になる。じゃあその分だけ借金がね不利なのかっていうと、そうじゃない。じゃあ逆に、じゃあ私が家を買うとします。今家今いくらぐらいですか？2000万ぐらいしたらいいの買えますかね。で2000万円の家買うとします。欲しい2000万の家は、でも今ないな。じゃあ毎年100万円貯めて20年後ですよ、家買える。逆に2000万借金します。確かに不安です。でも今家が建つじゃないですか。だから20年間マイホームに住めるんです。で20年後に借金ゼロですね。なので良し悪しというのはないんです、借金貯金。今ここ財政調整基金のお話でこの説明をしていますが、皆さんの生活においても一緒ですよ。借金がいいもの、貯金が借金が悪いもの、貯金がいいものというのは、これは先入観です。おそらく明治期に郵便局ができて、前島ひそかさんが発案した郵便制度ができて、貯蓄を推奨したんですよね、この国は。なので貯金はいいものだというのがこう広まったんだと思いますが、それはその時の政府の都合であって、経済学的には良し悪しはありません。ぜひ不安にならず、借金をしろと言ってないんですが、不安にならずお金と向き合って見ていただければと思います。これは偽るところがない元銀行員の率直な思いです。今ですね、30分ぐらい経ったんですよ。でそうなると残り20分ですよね。残り20分で、ちょうど終わるぐらいの定理数があと2回です。ここで水を飲みます。お話をしてみたいなと思って朝から準備をしました。で、今皆さんが当たり前だと感じてた認識が実はそうではないなというのをお伝えしたわけなんですが、有名なスポーツの話で似たようなのがあるんですよ。ちょっとそれご紹介してみてもらっていいですか？気晴らしだと思って聞いてください。体の動かし方の話なんですよ。体、まだ皆さんお元気そうですね。自由に自由自在に動きますか？ちょっと大きな手伝ってもらっていいですか？僕とじゃあ同じ動きをしてください。ここまで、はいはい、ありがとうございます。この動きをこれからやります。こっち立って目をつぶってみてください。さっきの動きで手を横に上げてって、手と肩が同じ高さで止めてみてください。そこいいですか？そこで、はい、どうですか皆さん、ちょっと上下下、じゃあ奥さん目を開けて
見ながら調整してみてください。ちょっと上がりますね。ありがとうございました。これね、意外とできないです。目開けて見ながらやっても難しいですよ。確かただ慣れると多分この辺じゃないですか。ほぼこれ、これです。認識のズレというのは、スポーツをするときに、僕は野球全然できないんですけど、思った通りに体が動くか動かないか、ね、これがなんか運動センスがいいとか言いますけど、認識のズレって結構あるんですよ。今この手の動きだけすごく簡単なものでしたけど、意外とそういうもの世の中にたくさんあるので、ぜひ疑ってみてください。世の中、そして自分の認識をです。これは私が偉そうにここで言ってますけど、私自身がいつも気に留めていることです。自分は知ってるつもりでいるんですが、本当にそれ合ってるのかな。それこそ私は前の仕事を10年、15年ぐらいですか、経済の専門家としてやってましたが、その知識ですら、その時は正しかった自信がありますが、今も正しいかどうかは分からないので、やっぱり日々勉強します。それは時代が変わってるからですね。ぜひ今日はせっかくですね、日曜日の朝わざわざ市役所に来るほどの非常に高い意識をお持ちの皆さんですので、これを機会にいろんなものをまた見て知っていただければと思います。今日は緩和9代ということで、残りのところに行きます。物件費や維持修繕費、いろんな改修費がかかりますよというお話をすると、当然これを考えなければなりません。公共施設とか、あとかというとこちらです。はい、この表にですねまとめました。左に9番から17番まで、まあ、その他も含めますが、これが公共建築物です。箱物ね。で、右に1番から9番まで分類したのがインフラです。社会基盤、人々が生活するために必要な、まあ、公共の財産、道路とかですね。で、数字はまあこんなもんなんだなと思ってください。この町に橋って600本あるんです。結構ありますよね。ちっちゃいのも含みます。で、大事なのはこの2つ目に書いてあります。こっちの公共建築物の延べ床面積でいくと、1人当たりの面積、全国平均の 2.5 倍あるんです。豊かですね、ここだけ聞くとね、なんかすごい贅沢な暮らしをしとるなと思われるかもしれないんですが、実際その通りの面はありますが、喜んでばかりもいられないのが次に続きます。はい、たくさんある、あふれてるとさっき書いたんですが、公共建築物とインフラ、それらを今のままこの先も大事に使おうと、使えるようにしようと思うと、こちらです。箱物で1074億、インフラで1416億円かかります。これまでせっせせっせと作ってきたものなんですが、当然維持修繕が必要になってきます。で、ここで下に書いてますが、大体40年で作り替える補修とかが必要になってくるんですね。で、40年でこの1000何十億を割ると年間27億35億必要ですが、実際に、ちょっと昔の数字なんですが、修繕してたのは18億と6億です。インフラについては桁が変わります。これから維持するためだけです。別に道路を増やすとか橋を増やすんじゃないです。今あるものを残すだけでこんなにかかるんです。7倍かかるんです。でも人口は確実に減っていく。となるとこれは維持不可能です。でね、この不可能っていうのもね、また石丸がこう派手なことを言いよるねと思われるかもしれないんですが、私が見つけた話でも言い出したことでもなくて、ここにね、
書いてあります。この総合管理計画2015年の2月に作ってあるんですが、6年前です。もう7年か。6年前に管理計画、もう何十ページの冊子なんですが、その中に書いてあるんです。維持不可能だと。それ皆さん聞いたことありますか？あまりないですよね。でもこれが残念ながら厳しいですけど現実なんですね。もう結論出てます、6、7年前に。なのでなんとかせにゃいけんだろうという話が載せられてます、その総合管理計画。これ上に書いてあるんですね。2015年2月。箱物については20年で 30% 減らしましょう。インフラ、ここに行きます。上下水道は料金変えにはいけんでしたと、昔から決まってたんですね。でも皆さんあんまりご存知なかったり、そもそも水道料金そんなに変わってなかったします。上の数字で言うと20年で 30% 減らすには毎年 1.5% 減らさないといけないんですね。で2015年から今29年、6年 1.5×6 で 9% 減ってるはずなんですが、今の進捗は 4% です。もうね、スタートダッシュからしてすっごいゆっくりです。私はどっか腰でも痛いかみたいな、ダッシュになってないんです。でもね、スタートダッシュでこれですから、もうこの先にそろそろ止まりますよ。これああもうしないです。なので私のこの任期で、ね、ちょっとでもこの数字を巻いていかないといけないと思ってます。本来だったら今 9%、 私の任期残り3年弱ですけども、その間本来であれば10何%減らしていかないといけないんです。正直どこまで届くか微妙なラインではありますが、少なくともこれ手つかずで残しちゃいけない話です。今日ご参加の方は結構私より年上の皆さんが多いので、よりその思いが強いかもしれませんが、正直私の年代ぐらいの人間までは逃げ切りますよ、この厳しい財政状況。でもこの後ですよ、残された方が大変なのは。私より下の世代、いやそれこそ僕の同級生もね、子供がいたり成人するぐらいの子供がいたりしますけど、彼らがこれ今ですねやっとかんと、これが来るんですよ、ドカンと。市の財政ね、毎年縮小しないといけないんですよ。どん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 使えるお金が減ってきます。でも箱物や道路を維持するだけでこんなにかかるんです。今以上にお金かかるんです。めちゃくちゃ住みにくい町になります。もちろん道路がないはないで住みにくいのでバランスは難しいんですが、インフラなくてはならない生活基盤なので、もうここで端的に答えを言うと、これはですねあまり減らせません。道路や橋、そこに人が住んでいる限り、ごめんなさいこの橋もうね直さないよと言えないんですよ。そうすると必然的にこっちですよ、箱物、これをとにもかくにも早く片付けていかないといけないんです。今 2.5 倍ありますから。建物だけ豊かでもしょうがないですから、それをなんとかしましょうというのがこの後にですね、これ参考資料としてつけました。おそらく皆さん初めて目にすることが多いかと思うんですが、この総合管理計画に載っているものをそのままコピペ、写してきました。学校施設とかですね、産業系施設、当時の話もあったり、スポーツ施設、プールとかですね、庁舎もあれば、博物館、幼稚園、保健施設とかあります。
でここの文章ですね、またここではこの場では触れないので、うちに帰った時にでも目を通していただければ、結構ショッキングな内容が書いてあります。え、そうなの？でも私からすると足りないです、この程度じゃ。だって今もうスタートダッシュで出遅れて 4% ですからね。ここからぐっとこう姿勢を正して遅れた分スピードを出さないといけないんですよ。そうするとこれは最低限です。ここに書いてある基本方針は最低限で、ここからさらに一歩二歩踏み込んでこの管理計画を推進しなければ間に合わなくなります。でインフラの方についてはここに書いてあります。あ、2023年度ですね、来年再来年度から橋がですねいよいよ更新時期を迎える。なので今6億円10億円弱ぐらいの補修しかやってないんですが、何十億もかかってくるんですね。人口も減るんですが、このインフラの問題、もっともっと市民の多くの人に伝えていかなければならないなと思います。まあ、もう7年経ってるんで今更ではあるんですが、あまり皆さんネットとか見ない。ゲームオブスローンズっていう海外のドラマに、ウィンターイズカミングってのがあるんです。冬来たる。冬がこれから大変な冬が来るぞというキーワードで、それを受けてその世界の人々は恐れおののき、でもしっかりと立ち向かっていくんですね。まさに今その時代になってます。これからとんでもない冬が来るんです。幸いにしてその道しるべはここにもう出来上がってます。2015年にあとはこれをしっかりやっていくだけだと思います。結論としては7月と一緒です。であと5分ぐらいで、ね、私の話も終えないといけないんですが、最後にですね、財政の話をしようと思って系統持ってきました。ありがとうございます。市長の仕事って何だろう、皆さん不思議に思われたり謎だなと感じられてるかもしれないですが、これです。この紐の形をこうなのかこうなのか変える仕事です。それだけなんですね。でこれが財政の枠で、子育てなのか福祉なのかで箱物なのか、この枠自体は基本的に動きません。動きませんというか、人口が減っていくとどんどん短くなります。いかにこれを調整するか、正直私としてはこうでもこうでもいいです。皆さんが望んだものなの。なのでしっかりとこの形をイメージしていただきたいなと思います。今いろんなところで箱物の議論があります。今出てきたわけじゃなくて昔からあるんですが、ここにね、ある箱物、これ大事だ、昔からあったからいいよね、まあいいのはいいと思いますが、ただじゃないんですね。ここに1個あるせいですごい不自由なんです。で、なかったらこうしっかり入る、ここに1個あるせいで入らなくなっちゃう。この入れないのが何かって気にしないじゃないですか、ほとんど。例えばお伝えすると、学校の設備です。僕が就任してこれはダメだろうと思ったのが中学校のトイレなんですよ。中学校のトイレ行かないですよ、普段。この前私、吉田小学校出身の中学校に、あ、吉中ですね、二十数年ぶりに行って、まあ、古い昔の、まあ、ほぼまんまの校舎で、ね、懐かしいなと思ったんですが、今の子供からしたら、単に古いだけですよ、うん。懐かしさも何もないですよ。で、特にトイレ、昔のまんまの、まだ和式のトイレがね、ほとんど残ってるんですよ。を今の中学生は使うことを強制されます。
自分たちは選挙権がなくて声を上げることもできないから、大人が決めた財政によって大人がこっちにやってるからトイレ直さないんです、ね、トイレの状況なんて普段見ないですから、トイレを直してくださいって言わないですよね。でもこの形が私は良くないと思ったので、中学校のトイレは今年度と来年度全部で6つ全部回収します。まあ、市長のできることでその程度しかないんですけど、ただ少なくともこの何かにとらわれて大事なものを見過ごさないように私自身気をつけたいと思いますし、ぜひ皆さんにもそれを感じてほしいなと思います。ね、非常に短い、こんなんやりました、はい、できない、あ、ほら、睨みましたこれぐらいの長さでも工夫したら睨みましょうできるんです。しっかり考える。でもこれどん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 短くなりますから、やがてぐっと指ねじ込んだだけでぶつっと切れますよ。財政破綻です。何をそこに残すのかしっかり考えなければ大事なものすら残せなくなるんです。ぜひこの結論ありますが、持続可能なこのまだですね、輪がつながっているうちにより良い形、できればこう鮮やかなね、ランランバシとか、それを作りたいと思いますし、そのあやとりの糸を紐を僕は次の世代にも残したいと思います。どんどん短くはなるんですが、それでも切れてない状態で渡すのが今の私の世代の責任だと思っています。これまでの父母祖父祖母、もっと上の世代が大事に大事にこれを紡いで残してくれたわけなんです。今ここまで私たちの世代で切るわけにいかないんですよね。これちょっと短くなりますが、それでも切らずにこの財政の輪を次代に渡していきたいと思っています。だと50分ですか、話し切りましたので、一旦ここで私の講演を終了します。ご清聴どうもありがとうございました。